アダマンタノンは10個の炭素がダイヤモンドの構造と同様に配置されている。アダマンタンの一つの二級炭素に酸素が結合してケトンとなった化合物である。化学式は C10H14O。分子量は150.22。CAS 登録番号は700から58から3。アダマンタン骨格特有の消化性、耐薬品性などを有する。工業的には アダマンタンを硫酸酸化することによって合成される。本法では多量の酸性オデを複製するため、環境負荷が高い。反応機構は以下のように提案されている。まず、アダマンタンが酸化されて3級のカルボカチオンが生成する。1、にヒドリドシフトによって2級のカルボカチオンが生成した後、蓄次的に酸化を受けることで二アダマンタのオンが生成する。 アダマンタンは 3QCH 結合の均一回列エネルギーが相対的に低く、3QCH 結合が酸化された1アダマンタノールを選択的に得る方法は多数報告されている。例えば、ジメチルジオキシュランを酸化剤に用いれば、選択率よく1アダマンタノールを得ることができる。しかし一方で 2QCH 結合の選択的酸化は極めて困難であり、 選択的酸化の報告例はわずかである。一つは、デレック・バートンらによる GIFK を用いた酸化反応である。GIFK では見かけに旧酸化の選択性が高いが、しかし実際には酸旧酸化性生物が、溶媒の一成分であるピリジンと反応した複製生物となっているためと考えられており、高い収率は得られない。また、フェントン反応によりヒドロキシルラジカルを生成させ、 酸化反応を行うと、強力な酸化力のためほぼランダムに酸化が進行し、CH 結合の数が多い二級が酸化される。割合が高くなる。水野らは、鉄に各ポリオキソメタレート触媒が高い二級選択性を示すことを報告している。過酸化水素を酸化剤に用いて、反応温度摂取十二度で九十六時間、反応させたところ、アダマンタン偵化率は四十二パーセントとなり、 80%の選択性で二級酸化性生物が生成したと述べている。山中らは、ユクル酸チオに PT、塩に触媒により、水素、酸素混合ガスを酸化剤として、摂氏40度で1時間反応させたところ、アダマンタン添加率は25%となり、約50%の選択性で二級酸化性生物が得られたと報告している。アダマンタン骨格は、 アーフエキシマレーザーに対し高い透明性を有し、また優れたドライエッチング体制を示すため、その誘導体はフォトレジストとして用いられる。特にニアダマンタの音が原料として重要である。ジェルーク、HW シュラットマン、JLMA、ハイドライドトランスファーリアクションスオブザアダムントル、キャタイオン、アイ、ーニューコンビニアントシンセシスオブアダマンタのね。 テトラドレン一九百六十八二十四五千三百六十一五千三百六十八。ドイ十点一零一六 s 零零四零から四億二百九万六千三百二十九。X。ハットバートン DHR ダラー D ザ・セレクティブ・ファンクショナラ・ゼーション・オブ・サチャ・イテッドハイドラ・カーベンス GIF ケミストリークッケンリース一九百九十二二十五。1992 25 五百四、五百十二、ドイ、十点一、レイ、二、一、ある、レイ、レイ、レイ、二、三、レイ、四、水の、N のザキ、C キオと、アミソの、M、ハイリー、エフィシェント、ユタラゼーション、オブハイドロゲン、パーオーキサイド、フォーセレクティブ、オクセデシャン、オブ、アルケインズ、カタライズ、ドバイ、ジーロン、サブスティトゥーテッド、パリフサーマ、タレット、プリカーサー、ジアム、ケン、ソック、一九百九十八、百二十。 9267から9272、山中、愛ゴミ、T、鍋田、T、おつか、K、エフィシェント、オクセデシャイン、オブアルカン、ウィズ、オーニー、アンド、エイチ EUTI、PT、カタリティック、システム、ケレッド、2005、34、1486、1487、ドイ、10.1246、CL、2005.1486、リン、 Q Physical Proparties of Polymers Handbook スプリンガー2007 pp 965-979ありがとうございます。